今回はドラゴンポテト。ネットで注文していたのが届いたので、今日はこれを開封していきます。パッケージがね、2種類あります。ベジットと身勝手の極意。かっこいいですな。どっちもかっこいい。ここに書いてあるメンコの種類もちょっと違うベジータがいたり、こっちブロディだったりしてます。濃厚コンソメ味。私、ドラゴンポテト食べたことないので、ちょっと楽しみでした。メンコはここに、ついてます。これのいいところは、ウエハースとかだと、袋開けないと中身が見れないんですけど、これはこことは別になってるから、それがいい。7つの素材を使用したぶっちぎりなうまさ。めっちゃ美味しいんじゃないかって期待してるけど、そこまで期待しないようにしよう。このドラゴンメンコの裏面にこんな風になってるんですけど、シリアルコードが後ろに書いてあって、そのシリアルコードがなんとね、ぶっちぎりマッチで使用できるみたいで、オリジナルSR カード、孫悟空、多分ここに書いてある悟空のカードだと思うんですけど、それか、あと蝶玉50個か100個か150個、どれかがもらえます。とドラゴンメンコ型ガシャチケ、メンコ型のチケットがもらえるってことなのかな。いつもは普通のチケットだけど、メンコ型っていう感じになってるのかな。この中のどれかが必ず受け取れるみたいです。一箱、箱で買ったんですけど、段ボールの中にこのまま入ってました。全部で12個入ってました。これ取れるかな？あ、取れそうにな。すごい頑丈にくっついてます。メンコが傷ついちゃうといけないので、ちょっとこのままハサミでここで開封していきます。メンコの数は全部で17種。で、ここにあるのが12なんで、全部は揃わないんですけど、このボックスで買ったらどれだけの数が揃うのかどうかも、ちょっとね、楽しみ。全部被らず出てくれると嬉しいなって思ってるんですけど、どうでしょうか。まず、記念すべき1枚目ですね。何でしょうか。ダダーン。お、ヴィラス様来たー。あ？紙。紙だ！思ってたより、で、裏はちょっとコードが書いてあるので見せられないんですけど、まあ、こんな感じでね、上の方にじゃんけんできるようになってるのかな、これ。下にはシリアルコードの入力期限っていうのが書いてあります。来年6月30日まで持つんだね。でもまあ早めに入力した方がいいでしょう。素材は紙だね、これ。普通に。なので、水分含んじゃったらふにゃふにゃーってなっちゃうから気をつけた方がいいかもね。では、二つ目いきます。でん。あ、大活躍の17号さんじゃないですか。さっきの11番で、これが9番。カラーのメンコはノーマルみたいです。3つ目。おー、出た、ブロリー。迫力がやっぱ違いますね。3番。4つ目は、ちょっと、これ出しにくいんだよね。あ、え？ブロリー、連続できたー。今日はブロリーに好かれてるかもしれないぞ。そろそろさ、ノーマルじゃない、他のシルバーレア、ゴールドレアっていうのが欲しいよ。5つ目いきます。あ、ノーマル率高い。ゴールデンリザー8番、ゴルフレ様、降臨しました。6枚目。お、シルバー来た、おー。すごい光ってる。シルバーの孫悟空。最終回の一番最後のシーンだよね、きっと。004S って書いてある。星の数は2になっています。裏はノーマルと一緒でした。次7個目は、ででん、ブロリー。ブロリー3兄弟。これで最強だ。次は8個目。ドゥドゥーン。おー！ベジットだ！かっこいいじゃないですか。002番。次は9個目。ドゥドゥーン。お！ブロリーじゃないですか。また、また会いましたね。でもシルバーレアだ。このノーマルのシルバーバージョンっていう感じになってます。こっちはブロリーの 003S。10個目は、ジレーン！来たー！輝いております、ジレン。ジレンちゃん、最高だね。10番、ジレンちゃん。みんな大好き。ジレンちゃんだよ。やっぱりノーマルが確率高いですな。さて、11個目は。あらー。また会いましたね、奥さん。それでは、ラストです。いきます。じゃん。おー！え？光ってるーと思ったら、ブロリー。ブロリー。
さて、今回、ボックスで買った結果なんですけど、シルバーが2つ、ゴールドレアは残念ながら出なかった。で、被りがね、1枚出ました。あとは全部、ノーマルっていう感じでしたね。まさかね、ボックスで買って4枚被ったんですけど、こんなに被るとは思わなかったです。同じキャラが。嬉しかったのは、この、ペジットめっちゃかっこいいのと、あとね、ジレンちゃんが今回も来てくれたっていうことに、すごい喜びを感じていますね。ジレンちゃん嫌われてるかなって思ってたんですけど、嫌ってなかったっていうことで、すごい嬉しいです。嬉しいです。この綿子なんですけど、プラスチック素材なのかなとか勝手に思ってたんですが、紙素材なので、ソルとかじゃなくて、この絵の部分が剥がれてきちゃったりしそうだなということで、ちょっとスリーブ入れようかなと思って、いつものね、挑戦士シールウェハースとか、ビックリマンシールを入れたりするスリーブにね、ちょっと入れてみたんですけど、サイズは若干大きいんだけど、まあ入ったので、これでいこうかなと思います。二重にね、こうやってこんな風にして、すれば完璧じゃない？で、これにファイルに入れて、ちょっとコレクションしていこうかなって思ってます。私、これがすごく欲しくて、この、目立っての極意悟空が欲しかったんですけど、今回出なかったんですね。前にね、海外のカード買ったんですけど、これと絵がすごい似てるよね。このカードかっこよくて気に入ってるんですけど、この絵が商品化されるっていうことで、楽しみだったんですが、出なかった。なので、またちょこちょこ買って集めていこうかなと思ってます。肝心のこのドラゴンポテト、これ食べてみました。初めて食べた感想、美味しかったです。今だったらね、このドラゴンボールとコラボしてるし、食べたことない人、ぜひ食べてみてください。ぶち切りマッチのね、コードもついてくるし、お得です、奥さん。それでは、またねー。